ャメロットでの戦いが激しさを増す中、キングたち、そしてマエルの加勢により原初の魔人は葬られた。決死の抵抗も虚しく、ついに倒れるゼルドリス。その時、マーリンのクロノコフィンが完成。メリオダスの魔人化が阻止され、聖戦は終結したかに思われたが、約束は果たしてもらうぞ、魔人王。苦労をかけたな、エリザベス。そして七つの大罪。メリオダス、あなたなの？珍獣もな。珍獣？メリオダスじゃない。あなたは誰なの？これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。聖戦再び。ブリタニア存亡をかけた決戦の行方は神々すら予見できぬものであった。だが彼らは戦い続ける。邪悪の支配を打ち破り、愛する者たちの未来を守るために。故に彼らは選ばれし英雄、七つの大罪と呼ばれるのだ。エレイン、本当なら今すぐお前をさらって旅にでも出ちまいてとこだがよ。分かってるわ。メリオダスをみんなを助けてあげて。少しだけ待っててくれ。気をつけて、バン。消えた！あれ？ですね。メリオダス、約束は果たした。ゲルダの居場所を教えてくれ。ゼルドリスよ、まだあんな吸血鬼の娘に心縛られておるのか。メリオダスといい、お前といい、
ほとほと呆れ果てるわ。この口調って本当に団長じゃないの？あいつが俺を珍獣なんて呼んだことは一遍もねえ。やっぱり。ねえねえ、まずいぞ。まさかこんな大物に出くわすとは。そんな、なぜあなたがメリオダスの体に。父上。どういうことですか。あなたはメリオダスを新たな王にすると、そう言ったはずだ。こんな裏切り者に本気で王位を譲ると思ったか。我が欲したのは若く強い新たな肉体そのものよ。海軍は我が力のかけら、その全てを取り込み魔人王になるということは、すなわち我が新しき依代になることに他ならぬ。メリオダスの体から今すぐ出て行って。てめえも親父なら、チッター息子のためになることをしろ。息子のため？なるほど。息子の悲願を叶えてやるのも父親の務めか。よし、名案を思いついたぞ。エリザベスよ、お前にかけられし英語のリンネの呪いを解いてやろう。ぷかなんだよ、案外話のわかる豚親父じゃねえか。エリザベスちゃんの呪いを自分から解いてくれるなんて。それから殺す。できるだけ無ごたらしく。お前の死体を見たとき、奴はどう反応するかな。もう二度とお前に会えぬことを悲観し、生きる希望を失うか、それとも、お前が呪いから解放されたことに安堵し、生きる目標を失うか。どちらにせよ、我には都合のいい話だ。そうは思わぬか、七つの滞在諸君。ディオ・マリン、パーフェクトキューブ。そこは俺も入れてくれ。とんとこたった。サンキュー。キング・ディアンヌ、魔人王には攻撃魔力は通用しないと思え。了解。エリザベスは僕らが必ず守る。団長の体で好き勝手はさせない。私も加勢します。ありえない。我々の攻撃を微動だにせず、完全に防御している。このままむざむざエリザベスを殺させるわけにはいきません。よせ、叶う相手ではない。まずいな、連戦でもう魔力が限界だ。わからんな、なぜ無駄に抵抗する。呪いから解放し、安息の死を与えてやろうというのだ。やいこら魔人は。あ、エリザベスちゃんに悪さしようってなら、この残飯処理騎士団団長、改め残飯王ホーク様が相手になるぜ。残飯王が本気出したらあれだぞ、お前なんか一口でペロリだぜ。へいへい、魔人王ビビってる。ブラホークちゃん挑発しちゃダメ。へいへい。バカなのか、あの生き物は。その顔を見ると無性に腹立たしいわ。
今すぐ兄の元へ送ってくれる。貴様はすでに用済みだ。やめて、殺さないで。団長、聞こえてるか。戻ってきたか。僕は信じてました。とっととこのクソ野郎を追い出ししまおうぜ。わん、来てくれたんだな。この魔人を追い出すとな。貴様一人でどうやって。無茶ばっかすんなよな。師匠のこと頼んだぜ。バン、たとえ君が不死身でも一人ではどうにもならない。あいにくもう不死身じゃねえ。エレインをよみがえらせた。命の泉を使い切ってな。バン、それじゃ君はもう二度と。さてと、そんじゃ追い出すか。愚かなり人の子よ、これが神の力ぞ。無事ですよね。外は毒気を帯びた凄まじい高密度のエネルギーの嵐だ。おそらくどんな生物も耐えられない。そんな。ほう、耐えるか。煉獄と比べりゃ可愛いもんだ。なぜ急に嵐が止んだ？貴様一人で我をどうにかできると本気で思ったか。バカ、一人じゃねえよ。すごい
バンさんの攻撃が効いてますよ。ああ、でもそれだけじゃない。この感じは間違いないわ。魔人王の中から感じるこの気配は。戻ってきたか、我が息子よ。だが思い通りにはさせぬ。我は魔人、死と恐怖をもたらすことが我が使命にして役目なり。それがお前の罪だぜ。信じられない。魔人王がバンさんの攻撃にひるんでます。団長殿は精神の世界で戦っている。さすがは諦めの悪い男だな。ふがっ、豚魔人王なんざ民事にしてこねたり。大奥、あれは団長の体なんだよ。やべ、そうだった。すごいね、バンの強さは煉獄に行く前とはまるで別人だよ。うん、不死を失ったとしても間違いなくそれ以上の力を手にしている。メリオダス、バン様。やはり貴様らは煉獄で始末しておくべきだった。弾き返すか。諦めてここから出ていくんだな。煉獄にいる片割れが寂しがってるぜ。我を追い出したところで貴様自身が魔人王の力に覚醒した今、この世には一日ととどまれんのだぞ。それで十分さ。エリザベスの呪いを解き、七つの大罪に別れを告げる時間さえあればな。さあ、ケリをつけようぜ。どうした、魔人王、息子の体は使い勝手が悪いか、それとも息子に拒絶されたか。言っとくが、本物のあいつはこんなもんじゃねえぞ。お前には外の状況が見えておらんのだろう。ならば我が教えてやる。何？エリザベスならとうに始末したわ。我が呪いを解いた上でな。戻ったところで貴様は二度と愛する者を抱くことはできんのだ。でたらめを言うな。現実を受け止められんか。俺は間に合わなかったのか。なんだ、まぶたが重い。
調子に乗るな。マンが押され始めてる。なぜだ、魔人王の力が増大した。メリオダス、ダメ。あなたの手でバン様を傷つけさせないで。団長、僕らの声が届いていますか。無駄な試みだ。どんな大声で叫ぼうとメリオダスには届かん。そんな、みんな、俺に考えがある。この場所で絶望を抱くことはすなわち死だ。息子よ、眠るのだ。あとのことは万事父に任せよ。もう貴様を待つ者は誰もおらんのだ。眠るのだ、眠るのだ、眠るのだ、眠るのだ。いいえ。私たちがいるわ。師匠、ちょっと見ない間にたくましくなったんじゃねえか。マジか、どの辺がだ。そうだな、肩ロースと豚足が。肉の部位で言うんじゃねえ。冗談冗談、この戦いが終わったらまた料理作ってやっから。頼むぜ師匠。食材って。次回、七つの大罪憤怒の審判、みんなが君の力になる。